松島町の災害廃棄物ということで約8万1000トン推計したのが数量でして、まあ、通常松島町では約6000トンくらいが1年の発生量ですから、大体13年分になるというようながれきでございまして、やっぱり焼却処理が必要な可燃物の処理っていうのが進んでないっていうのが現状でございます。このまま町の方でも放置できないということで、松島町につきましては独自で処理を行ってございます。そして可燃物につきましても8月1日から山形県の酒田市に最大で1000トンの処理をお願いしている契約を締結いたしまして、今酒田市の方に毎日搬入しているような現状でございます。今度町の方でですね、災害公営住宅建設がありますけれども、まあ、そちらの方に入国希望をするかどうかのアンケート調査を行った結果、約40世帯の方が希望されたということで、26年度当初には入居できるような、まあ、スケジュールでですね、今作業を進めているという状況です。外国語の、まあ、避難誘導とかっていうのは今回そこまでは体制作りできてなかったんですけども、今後の課題にはなると思います。これから300本ぐらい切らなくちゃないという状況であるということは聞いてますけども、ちょっと随伴ちょっとね、あと町もある程度サポートできる部分はサポートしながら、なんとかね、観光客の方の目に映るのにふさわしいような環境整備は、やっていきたいと思います。まあ、住民の生命財産を守るために、ある程度安全を考慮した高さということを、まあ、県の方から進められました。それで ある程度今までの過去の津波、今回の津波も含めたシミュレーションで松島湾のユニットはこのくらいの高さでいきますよという高さを示されたんですけども、それが非常に高い数値だったと、住民との意見交換を重ねながら、出した結論がですね、元の高さでいいと。でなおかつ危険であってはダメなんで、ある程度の津波には、今回の津波はダメでもある程度の通常の津波には耐えられる高さという高さで、松島海岸に関しては、決定しています。私でもちょっと意外だった部分はあるんですけど、やはり直接松島海岸地区で津波をの直撃を受けた方々が高いものはいらないという意見が非常に多かったんですよね。やはり景色とともに松島湾の風景とともに、ずっと生活してきたし、これからもそうしていきたいという意見が非常に多かったものですから、その部分を、反映させていただいたということ。